ちょい、ちょい、ちょい、俺らの時代切ったんすよ。俺の時代が来た。今日お前ら、僕、なんと、2022年、僕ね、かなり YouTube を頑張った。俺頑張った。特にね、10月後半にかけて、めちゃくちゃね、俺動画頻度上げて、上げた結果、登録者20万人も突破して、まあ YouTube ショートで、めちゃくちゃバズって、まあ、俺というね、天才的な逸材が世間に広まった。もう俺もね、まあ、なんとねか、まあ、LINE でもね、リアルの友達から来るんですよ。撮影おすすめ来たとか、動画めっちゃバズってるやんとか、もうね、もう、やっとこの俺の、俺の才能が、やっとか、遅いっていうか、なんというか、世間がやっと俺の才能に追いついたみたいな。そんな感じ？なるほどな。ということで、今回ね、2023年、YouTube のね、収益を公開しようかなと思って。まあ、僕ね、12月が一番頑張ったんで、12月のね、YouTube の収益を公開しようかなと思って。まあ、共に公開したら、YouTube のコミュニティガイドラインから、YouTube のね、コミュニティガイドラインに引っかかるんで、まあ、ちょっと比喩表現みたいな感じで、収入打っていこうかなと思ってるんですけど、まあ、もう悪い。さすがにちょっと調子乗っちゃうわっていうか、まあ、俺ね、2022年、俺バカほど収入少なかったね、YouTube。まあ、俺ね、もともとね、YouTube に嫌われてる。もうなんでかっていうと、もう俺ってなんか過激系な動画めっちゃ多いやん。まあ、コミュニティガイドラインには引っかかってないけど、過激系な動画めっちゃ多いから、めっちゃ黄色マークついとんよ。YouTube ってのは、黄色マークや緑マークってのがあるんやけど、緑マークやったら正常に広告がついてるんよ。まあ、俗に言う、再生回数 0.1 円みたいな。1再生につき 0.1 円みたいな。っていうのがあるんやけど、俺の前に黄色マークやからほとんど広告が使えみたいな。終わったっていう状態がね、まあ、あるんやけど、まあ、それでも結構ね、12月、まあ、かなり収益を上げれたい。まあ、それをね、ちょっとみんなに公開したい。今日はね、っていう動画になるだけやねんけど、もうちょっと、言いたい。自慢したい。もうね、そもそもね、YouTube で稼げてる人って 0.01% 以下なんよ。もう全 YouTuber はしない。まあ、その中でも生活できるレベルで稼いでる人ってのは 0.003% みたいな。もうめちゃくちゃ確率が低いらしい。今月はそれぐらいまで入ってきた。もう俺にとってはめっちゃ嬉しい。去年がね、少なすぎたから。何しよっかなとか思っちゃって。いや、おいわ、とりあえず発表するわ。はい、今月の収入が、なんと。任天堂スイッチ3台半ぐらい買えます。まあね、お前らなんかちょっと少なないみたいな。登録者20万人おるくせに若干少なないみたいな感じで思うかもしれんけど、まあ、それはさっき言った通り、全部広告が黄色マークやったら、もっと収入入ってきとったはずやねん。もしこれ YouTube のせい。俺のせいじゃん。まあでもね、まあ2桁台に乗ったことは、まあ俺にとってはめちゃくちゃ嬉しい。まあ、去年ね、本当に毎月1桁やったから。ということで、下ろしてきましたよ。お前ら見ろこれ。俺の財布にさっさまが入っと。しかも自力で稼いだ金。嬉しい。はい、とりあえずね、1、2、13、14。しゃー !14 万です。そう、もともと財布入っとった7000円。とりあえず今持ってる俺の金額。YouTube 収入とは言ってないよ。勘違いするな、YouTube 運営。嬉しい。マジで嬉しい。ほんまに嬉しい。ごめん、自慢動画になっちゃうわ。ほんまに自慢動画になっちゃうわ、これ。俺の承認欲求だけを満たしてくれ。っていう感じでね。まあでも、この収入を受け取れてるのは、まあみんなが俺の動画を見てくれてるおかげやから。お前らほんまにありがとう。お前らにほんまに感謝よ。まあこれからもね、まあ2023年は、バンバン面白い動画を出していくから。まあ2023年ね、まあ、前にも言ったけど、革命を起こそうと思ってるから。2023年、もう俺が派閥を取るから。ソロ YouTuber 代表として、俺が派閥を取るから。まあ、よければね、2023年はぜひ見てほしいんやけど。ということでね、まあ、先月の YouTube 収益公開したけど、YouTube ドリーム掴みました。YouTube 最高。今撮影中 YouTube の収益の話しとったやろ。もう YouTube のお金全部私に渡して。待って待って。後で話し合いしよう。撮影中やから。関係あるかい？だから先月のやつ全部渡したやん。今月ちょ、10万渡すと言ったやん。今月は全部無理やって。今月は無理やから先月全部渡したやん。全部渡せるやろ。今月何本入ってきた？でも今月、4万。あんなの全部渡す、うん、無理やって。それ。無理やって。ガチで無理やって。なんで無理？ガチで無理やって。今月全部渡せへんから先月全部渡したやんか。お前私に全部借金返し切ってないやろ。生活費も今月は厳しいし、私のものは全部渡して。無理やって。だから先月それで渡して、全部だから先月全部渡して、それで今月乗り切ってって言ったやろ。俺友達とスキー旅行行くって。俺今月普通にスキー旅行、俺後半に行くから、だから俺それで10万円だけ渡して、4万円はちょっと手元に置いときたいから、だからそれで勘弁してって言ったやん。もう生活がほんまカツカツやねん。まあ、この家におるんやったら私の事情に合わせて。無理なこと言わんといて。無理やねんって。俺、スキー旅行行くって言ったやん、俺。でも関係あるかい？もう今月ほんまに厳しい。今月10万家に入れて、カツカツになるのマジで意味わからんから。まあ私はあんたの家事とか、食事、洗濯、全部家のことは私はやっとうから。この家にあんたがお金を全部入れるのは当たり前の話やねん。いや、わかってるよ。それは、もうそれはわかってる。それは感謝してるけど、全部は無理やっていう話やねん。今月だけでええから全部入れる。来月ちょっと余らしたるから。無理やって。今月行くねんと俺。無理やって。どうせパチンコに負けたんやろ。だから金ないんやろ。パチンコに負けたからってもう息子に言ってくんなよ、もう。ちゃうわ、ボケ。家に入れる金額が少なく言ってやろ。ちゃうことないやろ、絶対。お前でこの家のこと分かっと。家事からあんたの洗濯から食事から全部私が賄っとんねんで。だからそれは感謝してるって。もうそれが嫌なら、もうこの家出て行ったらいいや。
しかなんでそうなんねん。もうだから俺収入の5分の4以上入れてるやん、この家に。二十歳超えたら多めに家にお金入れるんが当たり前あるわ。お前の無理やってもちょ、無理やって。ちょ、もうえって、もうえって、やめろって。ほんまに無理やって。ほんまにやめて。10万は渡すから。今月だけ全部渡せや。無理やって。もうこっちも困っとんねん。無理やって。俺 YouTube 今月本気で頑張ったねんって。つべこも言わんと渡せええやん、もう。俺全部奪われるの嫌やって。もうつべこも言うなよ。ほんまに無理やって。ちょ。ほんまに、4万円だけ返して、わかった、10万円納めるから、10万円だけ納める。来月は多めに分けたるから、ほんまに今月だけ我慢して、好きは来月行き。もう無理やって、今月も約束したねんって、ほんまに無理やって。ちょ、ほんまに、ほんまに無理やって。くそー、わーババーボケもう